聞いたか今の。人の声みたい。ラジオか無線の電波を拾ったんじゃないよな。いや、この周波数帯ではありえない。それじゃあ静かに。歌だ。これってもしかしてメリーさんの羊？ヘローヘロー、聞こえるかね。私はエジソン、トーマス・エジソンだ。メリーさんの羊って確か、うん、ちょっと話ができすぎだ。怪しいぞ。歌は逆効果だったかな。まあいい。まずは実験成功おめでとう、星川龍太君。ニューヨークでも話したじゃないか。あの時はシャーマンの生態を通じてだったがね。失礼ですが、あなたがトーマス・エジソンであることをどう証明するんですか？科学とは目の前にある事実を受け入れることから始まるんだよ。そのマシンを苦労して作ったのは他ならぬ君たちじゃないか。違うかね、パトリック。本物だよ、本物。あなたが本当にトーマス・エジソンであるとしても、なぜ僕たちのところに？つまり、実はちょっと困ったことになっているんだ。今地上に、今エジソンが助けを求めていなかったか？いや、よく聞き取れなかった。私も。いや、間違いない。確かに危機だ、助けてくれって言ってたよ、あのエジソンが。なんとか力になろうじゃないか。落ち着けロベルト、落ち着け。仮にお前の言う通り、あの声の主がエジソンだったとしよう。そしてこれもまた仮にだが、エジソンが我々に助けを求めていたとする。だが僕たちに何ができる？エジソンは霊界にいるんだろ。どうやって助けに行く？死んで霊界に行くつもりか？不可能だ、 100% 不可能だ、ロベルト。そりゃもしエジソンに会える方法があるんだったら僕だって行くさ。でもありえない話なんだ。だったらどうすりゃいいんだよ。何か聞こえる。もしも君たちが本心から願うのなら、私が案内しよう、霊界へ。あなたは？我が名はゴッドイーグル。ゴッドイーグル。ゴッドイーグルってもしかして知ってるの？名前だけね。確か古代インカの最高のシャーマンで、この世と霊界を自由自在に行き来できたって。それじゃあ俺たちを霊界に連れて行ってくれるってこと？冗談じゃない。おいパトリック、さっきお前エジソンに会える方法があるんだったら自分も行くって言ってたよな。どうすれば霊界へ？まずは精神を統一することだ。どういうこと？精神統一の方法なら学校で習ってるわ。まず姿勢を正すの。やってみて。背筋を伸ばして、それから目を閉じて、ゆっくりとお腹で呼吸するのよ。吐いて、吸って、静かにゆっくりと。心の波を沈めるようにイメージして。離脱。
た。優子。二人とも無事か？どうなっているんだ？ここは多分霊界だと思うけど。でも誰もいないぞ。ゴッドイーグルって人も。催眠術にでもかかってるのかな。あ、見ろよあそこ。開けてみよう。扉が。これは夢だ。もし夢でないとしたらどんな可能性があるかといえば。言いたいじゃないか。夢じゃないぞパトリック。冗談じゃない。こんな気味の悪いところは嫌だ。僕は帰るよパトリック。帰るったってどうやって帰るんだよ。なんてこった。僕たちは帰る方法も知らずにこんなヘンテコリンなところへ来てしまったというのか。落ち着けよパトリック。落ち着いている場合か。のんきな顔して。のんきな顔は生まれつきだよ。お前こそジタバタうるさいんだよ。なんだと。あなたは。ゴッドイーグル。ありがとうゴッドイーグル。危なかった。霊界は思いの世界だ。心が乱れると乱れた心に応じた世界へ落ちてしまう。それってもしかして地獄とかいう世界のこと？ここはどこなんですか？ここは四次元誘拐。死後間もない人たちが霊界になれるためにある世界だ。ここで彼らは自分が霊になったことの驚きを実体験しながら霊としての自覚を深めていく。人は死んだらみんなここへ来るんですか？いや、まずあるところへ行き、それからこの町に来る。あるところ？行ってみたいか？ええ、できれば。優子、ダメだよ。僕たちはエジソンに会いに来たんだから。珍しくロベルトの意見に賛成だな。とにかく早く用を済ませて帰ろうぜ。まずは霊界になれることだ。さもなくば大変なことになる。それでもよければ。いえ、ぜひ案内してください。あれは。あれはあの者の執着。
生きていた時にこれだけは手放したくないと思っていたもの。この川を渡る時に地上の執着は捨てていかなければならない。あの紐のようなものは霊視線、肉体と魂をつなぐコードだ。普通は心臓が止まってから約24時間で霊視線は切れる。その時人は本当の死を迎えるのだ。なんて綺麗なの。どこへ行くんだろう。サンズの川を渡った者たちが長い長い花畑の道を歩くとここにたどり着く。これって映画館？何を上映してるんだろう。人生という名のドラマだ。これからあのスクリーンで彼が生まれてから死ぬまでの全てが上映される。あの人たちは先に死んだ親族や知人たちが来ているのだ。彼が生前に行ったことだけでなく心で思ったことも全て明らかにされていく。心で思ったことまで。幼少時代、小学時代、中学時代、進学、俺にも触れよ、就職、結婚、転職、離婚、破産、その都度その都度自分がどう思ったか、どう考えて乗り越えてきたか、全てが映し出される。これで本人も納得して行き先へ向かうことができる。行き先？現代人の半数以上は地獄と言われる世界へ行っている。え？半数以上も？霊界を信じない者が増えたからだ。死ねば何もかも終わりだと思うから好き放題に生きる。しかし厳しい現実が待っているということだ。もちろん上映後に拍手喝采を受ける者もいる。そうした者はその心境に応じた天国へ行くことになる。天国？うん、天国がいいよ。天国が行ってみたいか。天国へ？霊界は思いの世界だ。その心境に応じた世界へ行く。心を善なる思いで満たしてみよう。善なる思い？善なる思いって人に親切にする心かしら。うん、相手を思いやる心。例えば友情。うんうん。